これでござるか。獅子雄一派を退けることに成功した剣心たち、落ち着きを取り戻したかに見えた日常であったが、剣心のかつての伴侶巴の実弟江西による日村抜刀斎への復讐陣中が始まる。剣心は江西の自分への憎しみの発端と自身の壮絶な過去を仲間に語るのだった。死んでいいはずがない。かも。
これにするでござるか。この手が届く限り誰一人たりとて死なせはしない。これで決着をつける。恐れるものは何もない。飛天御剣流オーク天かける竜のきらめき。これでもこの場は機能に及ばず私の負けだ。これにするでござるか。絶対に。うわ
みてえや、食らいやがれ。何おら、ライディングルマ、いくよ。おら、態度気温に違う。無敵流の神髄、いくよ。やるぜ。これでござるか。さあ始めようか。一本目始め。はい、おやこれかすいぶくれ、これねえな、これかすいぶくれ、これ暗いわけね。これ火水ぶつかり、これ火水ぶつかり、これ暗いわけね。これ
これでござるか？改めて聞くまでもないが、戦うことにもう迷いはないだろうな。ああ、今は全力で戦う。そして人斬りの罪、巴を殺めた罪を償う答えを必ず見つけ出す。その答えならきちんと俺が用意してやる。お前にとって最も残酷な形のものを選んでおいた。その前にまずは抜刀斎、お前に傷の痛みを味わってもらおうか。お前が姉さんの美しい体に刻んだあの傷の痛み。さあ、陣中の完成の始まりだ。一本目無駄だと言った。有効無駄何攻撃統制攻撃殺せ何？ドリューセーザー！すべてを断ち切る飛天御剣流！クズ流星！2本目優勝戦優
暑いね。この手が届く限り誰一人たりとて死なせはしない。これで決着をつける。恐れるものは何もない。飛天御剣流、オーク天かける竜のきらめき、はあ、さあ真鍮の時間だ。魔刀術決議、これより真の陣中に入る。これでござるか。
スイッコーコンドキッスペディキレーキラッハーッカレッケルアドーサーハーッキャッキレこの手キルエッケルアントーセラシッキルトーセキレーアーッティッすべてを断ち切る飛天ミスルギ流クズ流星出たー何この手が届く限り、誰一人たりとて死なせはしない。死は恐ろしくない。だが、それで罪が償えるとはどうしても思えない。だから、今はまだ罪と共に殺めた者たちの思いを背負う。拙者は生きる。生きて、より一人でも多くの笑顔を、より一つでも多くの幸せを、この世に灯すと、拙者はこれまで通り殺さずの戦いを続けてゆく。その果てに待つ罰はお前の言う死か、それとも別の形の何かかわからぬが、この刀を振るうことができなくなるその時まで、拙者は必ず戦い抜く。剣と心を閉じてこの戦いの人生を完遂する。それが拙者が見出した答えでござる。殺せ殺せ殺せ。これにするでござるか。殺せ殺せ。あっ！一本目。キレ！キレ！やっ！どうした？有効戦！あっ！有効戦！入水だ！入水だ。
で決着をつける。恐れるものは何もない。飛天御剣流オーク、天かける竜のひらめき、姉さん何この手が届く限り誰一人たりとて死なせはしない。抜刀斎、貴様今、貴様のザレ言などどうでもいい。姉さんが今笑っていないなら、姉さんの笑顔は誰のものでもない。俺は貴様に始末を下して、もう一度姉さんの笑顔を取り戻す。はあ、さあ真鍮の時間だ。魔刀術決議、これで決着をつける。恐れるものは何もない。飛天御剣流オーク、天かける竜のひらめき。違う、前の時とはまるで違う。ああそうか、前の時剣心は答えを見出せないまま迷いを抱えたまま戦った。だから天かける竜のひらめきをもってしても打ち勝てなかった。けど今は違う、答えを見出した。もう迷いもない。だから要の左足の一歩を強く強く踏み出せた。この一歩は前とは違う、剣心の新たなる一歩。姉さん助けて、姉さん力を貸して、姉さん。姉さんさえ笑ってくれれば俺は誰にも負けない。俺はいくらでも強くなれる。だから笑って、笑ってくれ姉さん。もう終わりにするんだ、エンジ。このまま続けば、やがてお前は巴の笑顔を永遠に失ってしまう。畜生、姉さんはお前を許したとでも言いたいのか。姉さん悔しいよ、姉さん。畜生、畜生。償いは、犯した罪の償いは、どんなに心血を注ごうとも誰かが許すことなしでは償いにならない。剣心が殺さずの戦いの中から見つけ出した自らにたった一つの答え、それは許されないで終わるかもしれない、報われない人生になるかもしれない。けれどそれでも彼は笑う。いっぱいの優しさの中にほんの少し悲しみを隠したいつもの笑顔で、人生を変わることはできないけれど、せめてそばで支えていたい、ずっとそばで支えていたい。